おはようございます、陽介釣りチャンネルです。寝坊しちゃった、今日ね日の出からやるつもりだったんですけど寝坊しちゃいました。近所のね、サーフでやりたいと思います。釣れてるかどうかは分かりません。釣れそうな気もするけどね。よいしょ、こんな感じ。ジャングルジャングル、よいしょ。そこそこ人がいるな。なんかまあまあ人がいるけど。はい、準備完了。結構多いな。1、2、3、4、5、6人ぐらい。ちょい投げの人ばっかかもしんないけどね。6人ぐらいいます。釣れてるかな。さあ、ではねやっていきたいと思います。ということで今日も、どうか最後までご視聴の方よろしくお願いします。1投目。なんか濁ってるな。ベタなぎだけどね、ちょっと濁りがある。落ちパクで当たってるね。小さいな。今日は、闘魂 T1 の、7号、6本針でねやってます。なんかめっちゃ重たいんだけど。まさかヒイラギじゃねえな。あー、やっぱりそういうことか。重てえはずだ。アジも混じってる。なんか何とかしたけどね、気配がない。少し場所動いてきました。なんか横の人の釣果見せてもらったけどね、小さいキスばっかりでしたね。一つだけ20オーバーが入ってましたけど、厳しそうだね。よいしょ。駐車場の料金が上がる前にね、1時間で撤収しようと思います。あっ、間に合わんかな。間に合った。セーフ、100円です。結局糸島に来ました。ほら、地引き網やってんな。大丈夫か。よいしょ。すっげえとこから網引っ張ってくんだね。初めて見たな。まあこんな横でやって釣れるのか。さあ、ちょっとやっていきましょうかね。釣れるといいけど。
どうだろう。このサイズかな。どうしよう。持って帰って干物にしようかな。どうせリリースしてもね、死んじゃうやつは持って帰って干物にしよう。少し遠めに。ちょっとだけね、型がいいのがいるみたい。よいしょ。はい、帰ります。あんまり大きいのはいなかったね。まあ、あのちっちゃいのはね、もうたくさん釣れます。よし、はい、こんな感じ。大きいのがね、20センチだったかな。一つだけね、20センチが釣れてくれました。よかったよかった。よいしょ。こんな感じですね。今日はね、これ小さいのが多いんで干物にしようかな。ちょっと南蛮はね、材料がないので帰って干物にしたいと思います。
あとは乾けはね、完成です。美味しく出来上がりますように。はい、ということで今日も最後までね、ご視聴の方ありがとうございました。干物はね、まあ、好きな感じのねところまで乾いたら、あとはね、ガスコンロで網で炙って、まあ、僕は食べてます。ということで、今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。もしよろしければ、高評価ボタン、チャンネル登録、あとコメントの方もね、ぜひよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。